かんわこれ。やってますでしょ。やっとるやっとる。真っ最中じゃないですか。真っ最中。どうしましょう。これはあかんな。はい。ちょっと行ってみよう。いいんですか。撮ってますけど徳永英明さんです。徳永さんか。ザブングル、ザブングルさん。ザブングル出たの。これどこがどうなってどこがどうなってか分からへんな。撮ってますね。どこに入り口あるか。どうちょっとどじゃあスタンバイします。スタンバイします。あ、今ちょうどスタンバイスタンバイするんだろ。スタンバイ。さあ、それでは続いてまいりましょう。続いての曲はこちらです。そうか、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。聞いて、はい、何をしてますの。いやいや、何ですか。福永さんに挨拶してるんだよ。これは喋りな、あれ。何をしたんですか。すまん、俺昨日の7時からずっと、はい、やってましたね。もうこれからからこれでな、すまんけど、ほんまに限界やねん。まあ限界、あ、お前、俺の代わりにネプリーグ行ってくれやん。なんでやねん。いや、違う、なん、もうやめときな、あれな、もう大変な、分かってるよ、俺が向こうからずっと走ってやったよ。そうですよね、さっきワンガンスタジオにはネプリーグに出るためと。いや、僕楽屋で見てましたよ、あの帽子かぶって、僕、キッちゃんかなと思いました。そんな風に見せてんねや。あれがパロディ。よう覚えとけ。ネプリーグって笑わせてくれ。あ、いやですって。ザブングル、ザブングルでは、あかんわ、あかんわ。全然行きますけど、収録中です。ザブングルではあかんから、キンキキッズいるやん。キンキやったらいいんじゃないですかね。なあ、お前らちょっとネプリーグ行ってもらってさ。いや、忙しいですから今からまだ。なんでトーク別に抜いたってお前ら回せるやろ。いや、回せないですよ。ゲストなしやったらまだ僕ら、あ、まだトークしてないですよね。ネプリーグ行ったら1時間半でその間に席、何だから何1時間半あんねん。こんなとこでヘナチョコインタビュー5分ぐらいで終わるわけやろ、ここなんか。ヘナチョコインタビュー。先輩の、ヘナチョコインタビュー誰に行く。先輩の、先輩や、先輩やね。お前、お前何年、お昭和何年やった。昭和、昭和しようわ、そんなの。何年昭和やねん。冷めてるで。この毎回オープニング2人で30分ぐらいゆったり喋るのよ。あれで、そうじゃないの、あの毎週毎週ね、30分ここで喋ってるらしい。で、あの、すいませんが、鶴瓶さんと中居さんが30分ぐらい喋りますんで、良きところでって。それがいつも通りの仰天ニュースなんですよ。中居、30分で良きところって。俺も今ね、このキャラクター、この性格で結構待ったつもりやん。上がってる。三分やん。なんで三分じゃダメじゃないですか。ほんまでっかじゃないですか。ね、だから、いや違うわな、約束を守りたくって。いや知ってると思う。知ってますよ。その約束をしていただいてるんだ。せやけどやな、これ早いこと約束守ったね。そういう男気とかってあるんですね。そういう、俺、やっぱこう知り合いから頼まれたら、行かせていただくという、だから鶴瓶兄さんの、落語会、小さな町の落語会でね。マジで、うちの師匠の家やわ、ほんまに。どうも、
なんすかちょっと軍団で、これは軍団やん、ほんまでか軍団じゃないですか、今のタイミングでよかったんですか、今3人で楽しくおしゃべりをしてるのかかわらず、はいはいはい、お笑い芸人としてはもう最低のタイミングで、あのね、僕らはディレクターの指示で今行ってください言うて行ったんですよ、ね、さんまさんの舞台袖で俺ずっと見てたんですけど、お二人が喋ってて、普通はディレクターの指示で行くじゃないですか、さんまさん急に立ち上がってスーッて行きました、あれ交差点やったら車に引かれてますよこの軍団はこれはやな、女でっか軍団、そうですだから本当にあのね、はい、ね、27時間テレビで仰天出てくれよって言いましょうか、言いましょう、女出ますよっていう約束で言ったの絶対無理だと思ってました僕、俺も冗談で出るよって言ったのよ、いやそれはね無理だもん、無理だもん絶対無理やねなのにこの番組のプロデューサーが、うん、出れるね言ったねということでスケジュールをフジテレビと日本テレビさんで合わせて、ほんまでっかがない、ここしかないっていうところで今日、はい、はい、お願いします、お願いします、こんなことは今言えないけども、はい、おさまさん投げてよかったんですけどねわかるけど、わかるけど、いやわかるけど、それを口にしないのが大人マヤの立場は怖いですよここにスーパーアイドルがいて、はい、吉本の大先輩がいて、はい、別会社の大先輩がこれはね、これは怖いですよ、口ものすごく乾きますよじゃあブラックマヨネーズのお二人から今週の仰天ニュースは、マジっすか、マジですか、はい、いいですか、はい、なんだこっちのレギュラーになってもええで、あよ言えやん、いや今週のいやちょっと待って何個下も取るんですかおい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 お前らな、ちょっとお前ら今からな、この名札つけ、名札つけて、何でですか、おばさんお前な、うん、今度、はい、実は今からね、お客さんが来ね、この学校の理事長や、だから大人の人が多いんですか、何がやねん、理事長、理事長、これはこれ、理事長、理事長、わざわざお越しいただきまして、理事長です、まさかまさか、そうですよ、大人を集めた理事長です、いや君らびっくりしてないわけだ、渡辺県出身です、あ、理事長です、正直参りました、急にそんな理事長に数やりさせないびっくりして緊張してるかもしれんけどな、俺ら2倍緊張してるお前すいません、何だその甘い態度、すいません、お前大丈夫です、謝れよ、すいませんでした、投げとるだけだよ、そしてカンペイさんは多くの人が待つスタート会場へ、さらにスターター役のさんまさんも登場、じゃあこちらの方にあの立っていただいて、スターターのことなんですけれども、はい、違う違う、完璧にさ、そこじゃない、俺が違う違う違う、俺も走るんか、ほんまに走るんやって言ってくれてもいいですけど、スターターですからこれこれ違う、まだまだやっていくことと悪いことあるぞ、ほんまに今一瞬目の前真っ白だった、さんまにおめでとう、ありがとう、ほんまに、そしていよいよスタート、
くボケなしでスタート。これにはさんまさんもびっくり。ほぼ即完璧さん、気をつけていってらっしゃい。先月アメリカサンフランシスコ、放射線による前立腺がん手術を終えて数日後のこの日、アパートで静養中の寛平を訪れるさんまさん。久々の再会、寛平の反応は。こちらが寛平の部屋。あ、なんや、もう明るい声聞こえてる。奥さんいてんの？奥さん。これはこれは、失礼していいでしょうか。何してんの、その頭兄さん。何してんの。兄さん顔いがんだな。兄さん顔いがんだな。よー、ごめん。ごめん、一つだけ。靴、何？靴脱いでいただけません。なんで？いやいや、なんでって、みんな、みんな。ここ靴脱がんでもええとこやねんで。いや、でもここ靴脱がなあかんねん、ここ。なんで？なんでも。勝手にそうしただけやろ。じゃあ脱がんと、あの、出る時のお金、業者払わなあかんねん。え？靴、金出すわ。出してよ、俺は。そんなこと言うねんやったらもう。みんなほら。これ違うんちゃう、ほんまは。本当に、お兄さん。お前やねん、勝手にやるしたんちゃうなあ。よう来てくれたな。兄さん顔いい。兄さん顔いいがあったって。ちょっと感動の再会。ほんま、よう来てくれた、ほんまに。もうしゃあないでしょう、来なきゃもう。よう来てくれたねえ。何してますの？何してますの？これ。え？いや、これ笑わすため、兄さん。うん、え、こんな、え、注射打ったらそんな髪の毛。しとしと降る雨の中、これまでの芸人人生を振り返りながら歩いていると、背後から一台の車が。めちゃめちゃ慰めてくれる。何しとんねん。何してんの？アホみたいに。いやいや。なあ、何してんの？あなたが、あなたが降ったこと。じゃあ降りんの俺、とりあえず降りるの。サブヤン、乗れ。俺別にこれテレビ出るつもりでこの企画したわけやないね、うん、サブヤンにただ36号線歩いてもって、人生振り返れって言うてるわけよ。そうそう、そう、降りんの俺、とりあえず降りるの。サブヤン、乗れ。いや、ちょっと兄さん、兄さん降った限り一回ここ地面36号線の地面噛み締めてる。思いっきり寝てたな、こんな顔。兄さん、ね、わ、出てからあげながら完璧にいいやみたいなことしなかった。どうぞ、わざ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 どころやないわ、ほんまに。何にもないやろ、言うた限りは。はい、地べた踏んどいてもらいたいなと。まあ、もう無理言いまねえや。踏んだけど、ただ俺は出るって言ってないのよ。車でちゃっとしゃべって帰んのちゃうの。俺今日日帰りやねんで。いや、ゆっくりしていって。マジで続きのね、わっと帰らしてくれんのやったら帰らします。ああ、頼むで。そこ来てくれたら帰らします。あ、そう、はい、どこ行くねん、おいで。はい、ちょっと行きましょう。静かなカフェでも頼むわ。はいはいはい、大変やね。
いや怖い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 。ほんま怖いです、ほんま怖いです。怖い怖い怖いやないねんお前。お前。これお前本当にまあこの一月、はい、俺はどれだけ苦しかったか。はい、このゲストをな、はい、隠してるとジュニアには、はい、言わずに突然出てくださいと、はい、ジュニアのあのショーやったらいいよって言って、はい、一月前に、はい、言われて、はい、でかしお前も楽屋にちょこちょこ挨拶に来て、はい、なんかイベントをやるみたいなことを言うし、はい、もうねするたびにおーやんのかはよもう出てってくれへんかなと思ってもう言ってしまいそうで、はい、俺行くねんって、はい、俺だからこの頃俺楽屋でお前に対してと冷たかったやろそれでですかそうやなんかねいやさんまのまんまの収録で僕やらせてもらってる番組一緒なんですよ曜日がだからいつも行かせてもらうんですけど急になんかラリー少ななったなと思ってもう言うてしまいそうで、でジュニアから出てくれませんかって言われたらどないしようかなとか、はい、もうそんな心配あって、ああ今日もなまたなとか言うて、はい、冷たく、はい、する、はい、この先輩のこのこの切ない気持ち、いやいや本当にもう、もううわー、で、そうそう。ちょっといいですか。です。ちょっと待ってください。ごめん。ごめんじゃないです。この構成正気ですかこれちょっと。これ。なあ。コース料理で後から薄口出てくることないでしょこんなことは。そんなことない。お前俺結構薄口やで。いや。お前さんまさん。なんや。いやお前が薄センターで。いや本当にこれ僕も今日聞かされて。あ、ほんまや、もうこんな時間や、はい、今日聞かされて、はい、さんまさんが実はサプライズになりますってなって、それってもしかしたら僕とジュニアさんが喋ってるとこ出てきはるんですか。いや、さんまさん先出ます。いいところで、いいところでコマさん乱入、キュー出しますんで、結局出ないんですよ、これキュースタッフ大笑いして見たなっとんねん、これ無理やり来ましたよ今。いや時間ないから。だからスタッフにはすまんすまん、結局は、はい、俺が呼び出すからって。そうさんまさんもそう軽くおっしゃってました、俺ら10分ぐらい喋ったら、はい、俺がさんまさん俺は健康は呼ぼうって思って俺パッとねえ10分ぐらい喋ったら、はい、健康は呼ぼうって言って10分ほいで今もう10分だったんかなと思ったらお前もう30分経ってる。そうです、ごめん10分まだ排水口も出てきてなかったです、はいはい、そうですよほんまに。ほんまやね、お疲れ様でしたほいでな、うちビルとビルの間に家があんねんけど、はい、そこビル風で、はい、うわーっと寒そうやなと思ったら、そのビル風でどうあれしたのか、はい、ふう寒いってきてそうですか。ほんまさんまさん、え、ほんま30分超えて、うん、まだ足りないんですか。まだ道足りないんですか。お前もなんか聞き間違いとかない。うしあるわ、ドスドスで刺されたよ。いや、すまんすまん、いやいやいや、本当に、まあ、ライブでのさんまさんちゅうの見れて僕自身もちょっと感動したし、ジュニアさん本当すごかったです。いやいや、さんまさんとの絡みが。あ、来た。中川くん。さんまさんの曲ですね。ちょっと上げたな。いやいやいや。いやいや。さんまさん。さんまさん、あれ？皆さん。はい。どうもどうも、お世話になります。知人ぷいぷいの中継なんですけれども。はい。明石家さんまさんから中継を今見ているんです。山本さんどうも、はじめまして、村上昌司です。あなたレギュラーじゃないですか。今さんまさんで、あのぷいぷいのメンバー迎えに行くって行きましたね。こっち、そうでしょ。
迎えに行くんで。この小細工やめようよ。もう舞醸造が必死で考えてるけど、あいつらもそこにおんねん。わ全員でここに来たらええやん。ぷいぷい初めて。ぷいぷい初めてどころじゃ。いやなんかさんまさんにこのぷいぷいのねスタジオに来てなんかやっぱり。一変しますね。いやいや、まあ、そんなことないですよ、ね。いや、いつもちょっと結構ダラダラやってるとこあるし、タムケンが力手抜いてね。そうそうそう。それは間違いないです。見たでしょ、今。学校以降、もうちょっと遊べるぞ、あれは。ダメ出しが出た。ダメ出しが。ほんま、ほんま。誰もやってやるとか言うだけあんねや。学校行こうや。学校行くとか言うて、あの叫びが出てない、声が。大丈夫。学校に行こう。ここの一番最初も今日も来ちゃいましたみたいな。そうそうそう、あれ嫌いやろ。あれ嫌い嫌い嫌いやな。ほら元気好きやな。ほら来週から変えますね。変えます。元気好きやはんねん。元気好きや言うてはんねんから元気でいきますよ。俺も一応こいつのね TK TKM 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 高いキムチのファミリー。違うわ。何やの高いキムチのファミリーって。違うのね、インクラの違いますよ、田村健二ファミリー。田村健二ファミリー、高い気持ちのファミリーって何なんだ。2週間前、本日の本題に参ります。本題ですか。本題に、だからテレビカメラも回ってますんで、リアクションも期待しております。なぜか実はですね、7月5日の夕方一番はとあるビッグ番組にジャックされます。その超人気番組の全出演者がこの夕方一番にやってきます。ではその番組を言います。誰？その番組とは痛快アカシア。うわっ、アカシアさんまさんいらっしゃい。壊れてます。もうディレクターの女の子たちはみんなすごい。このバスで皆さん来たんですよ。さあいよいよやで、いよいよ行きましょう。ここやね、有田。そうです、ここがもう夢の RKK 放送。リベンジチャンス、夢のまたチャンスがあるところですね。そうです。でも RKK 我々たちも来たことないな。最終目標よ、我々の。初めてだね。もう日テレ TBS フジテレビ全部抑えました。最終目標、最終目標。お前ここでレギュラーな取るのが夢なんだもんな。そういやさ、もう俺もさんまさんもね。さんまさんの俺もさんまさんちょっと言っといてよ、バカにしてた。そんなことないよ、バカにしてないよ。あ、でもおはようございますよね。これはこれは。さあそれでは参ります。受付のボンビック知らなかったから、ちょっとピリピリしてますよね。じゃやっぱりやそれで緊張するのかな、こっちも。そんなおはようございます。受付ないぞ。おはようございます。アカシア一行でございますけども、お待ちしておりました。あちらの方でお待ちしておりました。お願いします。はい、それ綺麗に分かれてますよ。ちょうどセンターを。しかしこの人はびっくりですよね。5月。違いますね。最悪。ちょっと4月よ。ちゃんとしてよ。ちゃんとするから。スペシャルなゲストの皆さんにお越しいただいております。痛快アカシア。生で来たのに5月と言われたら5月と、これ録画かなと思われるのは非常に生放送でお送りしております。そうですよね。すげえ。すげえと言いながらみんなに。すごいことになってる。すごい。交通整理した。うわ、こんなだったの。見るもんですね。生きててよかったです。本当にそれぐらいの思いです。いやいや、もうベストボーダー、こちらこそこんなね、番組に出されていただいて、まあこれといった活躍もできるんですよ。いやいや、まあそうですね。まだ活躍の場が3分残されてますから。大丈夫ですよ。どういうことですか。十分やったよ。点
遜や謙遜ね、放送見てね。